お前昨日島で遊びまくってたって噂になってるぞ。何か楽しいことでもあったのか？違うよ、遊んでないよ、お金稼いでたんだよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、何今の何かと思った。任天堂愛野さんへ、この度はアップデートへのご協力ありがとうございます。更新データを受け取ってくださったお礼にプレゼントをお送りします。今後のアップデートも楽しみにしていてくださいね。任天堂のスタッフより。やったー、なんかもらったー。ん？たぬきバンク。いつもご利用ありがとうございます。この度勝手ながらお預け入れの金利を引き下げることにいたしました。ささやかではございますが、お詫びの品をお送りいたします。今後ともよろしくお願いいたします、たぬきバンク。なにそれ、アップデートで金利が下がったんですけど。たぬきち。5月4日までの間、アースデーに合わせて、たぬきマイレージプラスのキャンペーンを開催することにしてたのも。詳しいことは直接説明したいから、都合の良いタイミングで僕のカウンターまで来てちょうだいね。たぬき開発、たぬきち。アースデーやって、アースデー。待って、なんか、これ受け取ってなくないやつ。受け取ってない。とりあえずじゃああれをね、たぬきちのところに、ヤッホーアンチョビー。また会ったね、弟子。おしゃべりしよう。自然がたくさんあると空気も綺麗で美味しくなるし、絶対気持ちいいよね。お散歩中だって木の下で休憩したり、お花の匂いを嗅いだり、楽しいに決まってるようですし。みんな結構さ、木の下で休みやることめっちゃ多いんよね。あーこれ、今日はもう、外でさ、買取ボックスが、あ、半妙。買取ボックスがちゃんと機能してくれないよ。ちょっと待って。網ないんかと思った。最近半妙に結構逃げられるんよね。ああ、逃げられてやん、おらん、おった。次こそ逃げられてしまった、くそ。なんてこったい。か、みんなさ、なんなん？水出しっぱなしにするの好きなん？あ、また出した。まあいいや、もう。ケイトさん。何か新作アイテムに使えそうないいアイデアが浮かばないかしら。実はね、私これ一回、音声が入ってなくってさ、撮影し直ししたけん、ケイトさんのファッションチェックもうね、やってしまったんよね。その結果、スポーティーな格好ってことでこれになったんやけど、ジャージだけ買ってきた。あとは、手持ちのもの。よ、たぬきち。来たよ、来たよ。やっほー。アイナさん、いらっしゃいだなも。メッセージカードでもちょこっとお知らせしたけど、今期間限定でたぬきマイレージプラスがアースデイキャンペーン仕様になっているんだなも。アースデイ期間中は自然に優しい行動を心がけると、いつもより多めにマイルが貯まるし、素敵なプレゼントも用意してあるから、ぜひ積極的に取り組んでほしいんだもん。もちろん、アースデイ期間じゃない時も、普段からエコな島民でいてほしいと、僕は願っているんだけどね。いや、ちゃんとしてるよ、私は綺麗に。え、で？どういう感じの。なんか変わった？別に何も変わってなくない？ん？あんなマークついとったっけな。アースデイ期間限定キャンペーン中5月4日まで。別に期間限定の何もなくない？この後出てくるってことかな。まあそういうことでしょう、きっと。今日は？あ、石がある、石が。これだけ引き取ってくね。んで、今私お金、どんぐらい持ってんだ？ちょ、待って、全額引き出してきた方がいいな。とりあえず引き出しとこう。ってことで、お金を引き出します。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。ということで、300マイルゲットご利用になりたいサービスをお選びください。で、ちょっと、タヌキショッピング。今日のタヌキショッピングは？変わってなくない？変わっとんか、一応。マリンシューズ。ケケディスコ派手。じゃ、ちょっと ATM で。この撮影失敗したやつでね。持っているだけ。失敗したやつで、ちょっと私は、橋のセレモニーが終わって、完成セレモニーが終わって、次は坂を作ったんやけど、作ったというか作る準備をしたんやけど、募金、寄付はしてなかったけん、ちょっとしとこうかなと。ハンナちゃん何してんの？お、魚釣り。やっほー。今日は絶好の釣り日和だからね。釣って釣って釣りまくるよ。だってね。
いいね、いいね。ほら、これ、この橋が完成して、で、私が今、坂道を作りよるところが公園なんやけど、ほら、ここ。ここの、公園を抜けたその先に、坂を作って、坂を登ったその先には、ハートの池があるっていう風にしたいと思って。こんばんはでございます。ただいま、ナチュラルなスロープのための募金をしております。目標の9万8000ベルに向けて、現在0ベルの寄付が集まっております。目標まであと9万8000ベル、1ベルから受け付けておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ってことで協力しちゃいます。ちょっとね、家のローンのために貯めようと思ったんやけど、もう払います。9万8000ベル、募金いただけますか？募金します。おかげさまで目標の9万8000ベル、達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。イエーイ。やったー、募金が目標の金額になった。ってことで、これで次回、まあ、ちゃんと、坂が完成しているはず。公園からのハートの池ってめっちゃ良くないなんか。あ、半妙。ちょっと待って。半妙、半妙。お金、お金。あ、待って、これは。危ない。めっちゃ危ない。逃すところやった。まあ、今日は一応ね、売れんけど、まあ、置いておくということで。で、明日、まとめて売ろう。うん。あ、そう、今日ね、ゲットしたレシピ、これやったよ。ミックスウッドの壁。やけんね、もう持っとるけん。ちょっとね、せっかくのメッセージボトルが。あ、で、この期間限定の、やつが出てくるかもしれんけん。とりあえず、キャッチ虫一人教育キャンペーン。あと3匹虫捕まえたら、一つずれるけど。でもこの時間帯ってもう虫少ないんよね。まあ、でも確か、ヤドカリとかも虫にカウントされたはずやけん。ヤドカリがいれば、あ、結構ね、ギリギリのところにおったりとかするけん、海の中に入ってったりしてしまうんよね。これで多分あと2匹やろ。いない。朝の4時ぐらいから蝶々とか増え出すんやけど、夜はね、いないんだな。ん？あ、タガメも確かカウントされたはず。多分ね、この、網で取れる生き物は虫にカウントされたはずやけん。ちょ、タガメ。こっちに来てくれないかしら。向こう側か。こういう時には高飛び棒で飛んだ方が早いんかな。取れねえ。しかもどっか行った。戻ってきて。はぁ、ちょっと、こっちこっち。あ、戻っといで、戻っといで。なんか微妙な距離感なんよね、タガメって。ちょっと待って、全然違う場所。はい、ゲット。これであと1匹なはず、きっと。でもって、タガメもね、結構高額で売れるけんね。よ、精が出るなってごわす。話しに来たよ。おめえよく見ると、網を持つ姿も随分と様になってるじゃねえか。へへ、虫取りは大人者って顔しやがって。何事も慣れた頃ってのが一番失敗しやすいっていいからな。レアな虫見つけたからって、慌てかけ寄ったりするなよ。ガッハッハ。私が半妙でよくやるやつやね。あ、カメムシよりやん。これ捕まえよう。あ、待って、人面の方がいい。お金。カメムシはね、めっちゃ安いんやけど、人面はね、800ベルで売れるけん。さあ、これで期間限定に出てくるかな？あ、来た来た、これや。アースデー期間限定キャンペーン。この左上にマークがついてるやつやろ、多分。花々しく花を飾ろうキャンペーン。いいね。こういうのがどんどん出てくるってことや。え、その期間中はそういうのだけなんかな？ちょっと私、モニカの家で、あげたさ、貝のテーブル、あれがちゃんと飾られてどうかが、飾られたかどうかが見たいんやけど、家に帰ってくれないかしら。チャオ、元気？あは、お話ししよう。さっきね、モデルウォーキングの練習がてら、島をお散歩してたの。あは。そうかい。てか、二人で並んでやればいいのに。おーす、いい汗かいてるな、心。話しに来たよ。お前、昨日島で遊びまくってたって噂になってるぞ。何か楽しいことでもあったのか？ひょっとして新しい筋トレ法を試してたのか？そういうことなら、おいらにも教えてくれ、の心。
違うよ、遊んでないよ、お金稼いでたんだよ。めっちゃ稼いでたんだよ。ここ誰の家やった？あ、ライオネルや。ライオネル、ライオネル。どんな家やったっけ？何かあげれるものがあったらと、お、シャンティー遊びに来たの？あなたもルーシーさんに会いに行ったのね、だってば。おしゃべりしよう。アイナさんもルーシーさんのお家によく遊びに来るの？だってば。まあ、ルーシーの家には結構来よる気がする。今日はシャンティーさんも来てくれたんですよ、やお。世間話でも。この顔ぶれで集まれるなんてなかなか貴重ですね。今日はいろんなお話をして交流を深めていけたらいいな、やお。この部屋に合いそうな家具私なんか持ってないかな。でもこれだけちょっと色が濃いよね。ちょっとそこが気になるけど。小便器はまあいらんやろ。座ったね、今、シャンティー。なんかこういう、何？レシピも渡せるんかな？ねえねえ、レシピとかどう？まあ、この部屋に合わん気がするけど、これもらって。え、私に？よ。あ、渡せんのや。なるほどね。え、斧とかは渡せるん。マジで？そういう感じなんや。あ、服も渡せるんやね。そういうの渡したら着てくれるんかな？ラガーシャツどんなんやったっけ？これね、ケイトさんにもらったんよ。ああ、なるほど、こういうやつか。アイダホとかに渡したらいい感じかな。ラガーシャツ渡してみようっと。ファッションチェックで、スポーティーな格好っていうお題で、こんな感じでお願いしますって渡されたのが、ラガーシャツやったんよ。おーし、いい汗かいてるの心。ああ、渡せん。ね、渡せるやつと渡せんやつがおるのは何なん？どういう基準かが私には全くわからないんだけども。全くわからないんだけども、どういうことよ。まあ、なんかその場で飾ってくれるわけじゃないっていうのはモニカの時に思ったけど、もしかしたらそのうちね、飾ってくれるかもしれんけん。渡すだけ渡すわ。またお金渡されるんかな。アイナさん、今シャンティーさんも遊びに来てくださったんですよ。あ、シャンティーの方がさ、中華やけんパンダ合うかも。ちょっと待って、なんか渡せた？シャンティー。きっと今日はあなたに何でも合う日なのね、だってば。これあげる。あら、私に？だってば。これ。パンダのチュンチュン。どうぞ。これってもしかして、パンダのチュンチュン？そうよ。どうしてこれを？そうなの。こういうのが欲しかったのよ。すごいわ、アイナさん。どこに飾ったら映えるかしら。考えるだけでワクワクしてきちゃう。だってば。何かお礼をしたいわね。そうだわ。テイラードジャケットを受けてちょうだい。だってば。テイラードジャケット私好きなやつ。ありがとう。そっか、お金とは限らんのよね。これこれ、かっこよくって好きなんよね。良きじゃないっすか。よし。うん、これにはこの帽子はちょっと似合わんね。ってことやけん。帽子を外します。よし。まあ、ジャージもちょっと変えたいけど。まあ、とりあえずはこんな感じで。やっぱ多分それぞれの住人で家具の好みとかあると思うよね。やけん、シャンティは中華風やったけん、パンダとかも、ドンピシャやったんじゃないかな。ぜひとも飾っていただきたい。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか今日から一応アースで、そのタヌキチが説明しよったらしいんやけど、多分ケイトさんが来とるけん、レイジは来んかったんかな。っていう感じやね。